はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、こちら、はい、インドネシアのコピルアクというね、ちょっとスペシャルな豆をいただいたんで、こちらを焙煎して、ドリップして飲んでいこうと思います。まあ本当有名ですよね、このコピルアク。まあ一般的には、猫のうんちコーヒーって呼ばれてますけど、まあ本当高級豆の、まあ、代名詞としても有名ですね。確かね、100g 3,4,000円はしたんじゃないかな。多分これそんくらいすると思うんだけど、まあいただき物でね、ありがたくちょっと使わせていただきたいと思います。で、そもそもなんでこちらのコピルアクが猫のうんちコーヒーってね呼ばれているかっていうと、まあそのままズバリなんですよ。インドネシアにジャコウネコっていうちょっと特殊な猫が住んでいて、その猫が、食べたコーヒーの実を、まあ、体の中で消化しますよね。で、消化するんですけど、その中で、消化しきれなかったコーヒーの豆が、残って排泄物として出されるんですよね。で、それを、まあ、精製して、まあ、洗ってですよね。洗って乾かして、このコピルアクとして販売しているわけなんですけど、まあ、そういう理由から、まあ、希少性が高くて、手間賃もかかっていて、まあ、高いということになってるんですけど、その元々の成り立ちから考えると、今このコピルアクが高級豆として評価されているのって、ものすごく不思議で面白いことなんですよ。なんでかっていうのが、元々ね、インドネシアって、オランダ人が占拠っていうか、まあ、統治していて、そのオランダ人がもうインドネシアで作られる全てのコーヒー豆を取り上げていたんですよね。だから、このインドネシア人はコーヒーを飲むことができなかった。自分たちで生産をしているのに。だけど、まあ、やっぱり飲みたいじゃないですか、コーヒーを。ということで、まあ、インドネシア人は考えて、どうしたらコーヒーを飲めるかと、コーヒー豆が手に入るかということで考え出したのが、まあ、コピルアクと。ジャコウネコの糞から取り出して、まあ、じゃあコーヒーを飲もうとね、苦肉の策だったんですよ。だからそんな成り立ちからできているこのコピルアクが今ね、高級豆として脚光を浴びている。まあ不思議ですよね。まあ面白いですよね。だからすごくそういう面でも気になっていた豆なんですけど、まあ実際ね、今日手に入ったんで、実際に焙煎して飲んでいこうと思います。はい、じゃあ開けていきますね。よいしょ。さあ、生豆の状態で、ね、どんな香りがするのか、まあそこからですけど。はい、じゃあ行きます。ちょっと怖いけどね。行くよ。おお、あーあー、なんだろう、ちょっとね、まあやっぱ特殊な香りがしますね。コーヒー豆の、まあ生豆のね、香りも残しているんだけど、まあそれに合わせて、うん、プラスして、なんていうか、やっぱ発酵したような、まあ、香りがしますね。生豆が発酵したような、ちょっと特殊な、っていう香りがします。正直ね、まあただ別にそんなに嫌な香りではないかな。まあ、変わってるかなっていう、まあ面白いかなっていう。まあ一回体内通ってますからね。なんか腸内の特殊な酵素によってなんかちょっと発酵進んでるらしいんですよ。まあだからこういう香りがするんだけど、正直ね、ちょっと生豆の状態だと、って感じの香りかな。お皿に出してみると、はい、見た目的には、こんな感じ。まあ、そんなに普通の生豆と変わんないですね。しっかり洗われてもいるし、まあ、表面が溶けてるってわけでもなく、そんなに普通のと変わらないっすね。はい、それでは焙煎していきます。よし、はい、まあこんなもんかな。よし、この辺で止めましょう。いいよ。お、いい感じじゃないですか。はい、こんな感じ。いいね。シティとかハイとか多分このくらいに仕上がったと思います。ニハゼが始まる前あたりですね。はい、いい感じです。はい、というわけであれからだいたい半日が経過しました。本当はね、1日くらい、まあ置いた方がいいんですけど、とりあえず、はい、こちらが、焙煎した豆でございます。まあ割といい感じに焼けたんじゃないかな。ハイとかシティとかそのくらいですね。はい、こんな感じです。まあ焼けてしまえば本当に普通の豆と変わんないっすね。いい香りがします。じゃあ早速こちらを使って、コーヒーね、入れていきましょう。
うん、なんかすげえいい香りすんな。よよし、はい、というわけでじゃあ入れ終わりました、こちら初めてのジャコーネココーヒー、まあ、コピルアクでございます。どんな味がするのかね、本当に全然前情報とか入れてないんでわかんないんですけど、多分ね、マンデリンというかあのスマトラとか、まあ、インドネシアのあっちの方だからマンデリンに近いような味わいがするんだろうなとは思うんですけど、まあそのねジャコーネコの、まあ、お腹の中でどんな味わいがね、出されたのか見てます。いただきます。おお、なんだこれ。ん？うん、なんかね、思ってたより全然っていうかあのすごく綺麗ですね。なんかもうちょっとあの発酵したような、なんていうかな、重たい感じっていうか、うん、複雑な味わいがするのかなと思ったけど全然そんなことなくて、どっちかって言ったら、うん、すごく綺麗な味わい、うん、味の濃さはちょうど良かったですね。うん、味わい、なんて言ったらいいんだろうこれ。とりあえず正直覚悟してたなんかうんちっぽさっていうか、あの発酵のなんかねやばい感じは全然ないです。本当に美味しいコーヒーですね。全然全く問題なく、うん、うん、うまいよこれ。やっぱりしっかり味わった感じとしては、あの舌の奥側ですね、奥側に感じるあのマンデリン特有のなんだろう、ねエスニックアーシーっていうか、まぁ、あ、ちょっと土っぽいっていうか草っぽいっていうか、あの特有の味わいがちょっと舌に感じられて、ただ重苦しさがないんだよね。どっちかって言ったらちょっと和らいだような、ほんと綺麗な味わいですね。なんだろうこれ、すごくうまい際立った酸味とか、まあ、苦味とかね、甘みがあるわけではないけど、味わい全体すごく優しくて、正直なんか普通のマンデリンとかよりも好きっていうか、自分で焙煎したのにさ結構美味しいんだよね。青臭さもなくてより飲みやすいです。多分まあたまたまねあの焙煎がうまくいったんだとは思うけど、うん、美味しいね。ほんと思ってたのとは全然違いました。うん、正直あのね本当にいろいろ覚悟してたんだけどいや本当に美味しく飲めるね、すごいいいコーヒーでした。まあただ正直 100g で4000とかね出せるかって言ったら、うん、ちょっとね迷うとこですね。うん、まあ正直そこまで味わい自体にそんなに価値があるってわけでもないけど、まあこの一種の経験としてですね、まあ一つの経験として一回もう本当体験するのすごくまあいいと思います。すごく面白いコーヒーでしたね。うん、焙煎もまあ香りもね元々のやつもすごく面白かったです。ぜひね皆さんもこちらもしよろしければコピルアク、もし手に取る機会があったらぜひ飲んでみてください。あと、ま、この豆非常に高いですから、失敗がないように、ま、注意点としては、多分、浅入りの方が多分個性としては生きてくると思うので、深入りするとね、結構、あの、個性って消えてく傾向にあるから、まあ、この豆は、コピルアクは、なるべく、ミディアムからシティくらいの浅入りにして、まあ、飲んで、あとは、ま、鮮度ですね。豆の鮮度には気をつけて、豆の状態から、ま、引き立てで、ドリップするのが一番いいと思います。ぜひぜひ、もしよろしければ、試してみてください。はい、というわけで今日のカズマックスのコーヒーチャンネルでございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。